先ほどのナンバーの続きなんですけども、一応、まあ、記録つけておくために撮影しておきますね。足の爪についてです。まあ、こういうふうに、栄養不足を、まあ、昨年2023年なんですけども、その、スポーツの勝ち負けたくさん取り組んでいて、横から見ると、こう、段ができていて、ちょっと分厚くなってるように見えると思うんですけども、まあ、爪が、こうなかなかこう伸びないというか、どう言ったらいいんですかね。まあ、なぜ色を見たら分かっていただけると思うんですけども、全然こう変な色になってる。で、まあ、こちらの、まあ、2番目の足、親指から2番目のところの足の指も、まあ、こちら、右足もこういう風になってます。で、まあ、比較的睡眠時間ある程度、取れるようになってから、まあ、通常の爪の、状態に変わってきています。よく見ると、これぐらい分厚さが違うんですよね。まあ、まあ、それだけスポーツの勝ち負けについて、過酷であったということです。まあ、試合の数が多すぎて、そのメジャーリーグとかいろんなものが。まあその結果ですね。